皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は不定詞、その中でも何々するためにという意味になる場合、これについて説明します。to プラス動詞の原型、この形で意味を作っているもの、これを不定詞と言います。その中でも何々するためにという目的を表す場合、この場合は副詞的用法、この副詞的用法の一つの使い方になります。この副詞的用法、名前くらいは覚えてください。例の1番を見てください。彼は英語を教えるために日本に来ました。この日本語に合うような英文を作る場合、まず彼は日本に来ましたという文章を最初に作ります。ここに He came to Japan って来ましたよね。その後ろに目的、ここでは英語を教えるためにという目的ですね。ここの部分を不定詞を使って表すんですね。つまり不定詞は to プラス動詞原形ですから、英語を教えるためにというこの部分は to 教えるは teach ですから to teach English、He came to Japan、 その後ろに To teach English、 こんな風につながります。日本語でも例えば先週岡山に行きました、ね、おじいちゃんに会うために、こんな風にね、後ろに付け加えることありますよね。この何々するためにという不定詞の使い方、実は文章の後ろに今のように付け加える感覚、この感覚で使います。例の2を見てください。私は本を借りるために図書館に行きました。付け加える目的の部分はここですね。本を借りるために、これが付け加える部分で後ろに来ます。ですから私は図書館に行きましたという I went to the library が前に来て、その後ろに to で本を借りるですから borrow some books。 I went to the library to borrow some books、ね、I went to the library to borrow some books。 これで私は本を借りるために図書館に行きましたという不定詞の文が完成します。不定詞、実は何々するためにという部分を使って質問に答えることもできます。例の3です。 Why did you get up early this morning? Why did you get up early this morning? あなたはなぜ今朝早く起きたんですか、ね、こんな質問の時、これ宿題をするために起きたんだよと言いたかったら、不定詞to プラス動詞原形を使って to 宿題をするためにですから to do my homework、 ね、宿題をするために to do my homework、 こう答えることができます。では例の4に行ってみましょう。私は友達に会うために学校へ行きます。本当はね、勉強するために行ってほしいんですけれど、こういう人いるかもしれませんよね。私は友達に会うために学校へ行きます。目的の部分は友達に会うためにですから、これが後ろに来て付け加えるということになります。ですから最初は私は学校へ行きますという文章が前に来ますね。
I go to school. で、不定詞を使って友達に会うためにですから to see see は meet でもいいですね my friends I go to school to see my friends これで私は友達に会うために学校へ来ますという文章が完成するわけです。今回は何々するためにという目的を表す不定詞の使い方を説明しました。まず最初に文章を言ってその後ろに不定詞で何々するためにと付け加える、ね、この付け加える感覚覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。